ハーモニカは自由項を使った小さな楽器で、主にポピュラー音楽や民族音楽で使われる。ハーモニカとも呼ばれることがある。現在では全く使われないが、かつては口風琴と訳されたこともある。小型軽量で携帯に便利でありながら、メロディーのみならず簡単な和音も奏でられるなど、演奏性能も優れている。種類も豊富で、 価格帯も日本円で数百円程度の廉価品から、使用される音楽シーンも多彩で、学童の教育楽器やアマチュアの趣味、プロのコンサートなど幅広い、人類が宇宙空間に持ち込んで演奏した最初の楽器でもある。ハーモニカには、口の中に入れて演奏できるほど小型のものから60センチメートルほどの長さのものまで様々あるが、基本的には、 単音ハーモニカと複音ハーモニカ、アンサンブルハーモニカ等に分けることができる。二分類できる。などがある。演奏レイクロマティックハーモニカ、バスハーモニカ、コードハーモニカの合奏全音階のハーモニカである。テンホールズダイアトニックハーモニカ、編集ブルースハープとピアノ鍵盤の大きさの比較。テンホールズダイアトニックハーモニカはおそらく最もハーモニカの原型に近い楽器だと思われる。 長さ10センチメートルほどの手のひらに収まる大きさで、正面から見ると10個の穴が一列に並んでいる。ブルースで使われることが多いことから、ブルースハープと呼ばれるが、この名称は、コーナー社のモデル名及び、登録商標である。最近では、テンホールズという故障も定着してきた。一つの穴の上面と下面に互いに、逆向きにリードが取り付けてあり、吹いた時と吸った時で違う音が出る。 音の配列はメジャースケールに沿ったもので主要なモデルには G から回まで拡張が用意されている。10欠で3オクターブをカバーするため実際の音配列は少し変則的であり C 調を例にとれば以下のようである。つまり3オクターブといっても完全な音階が吹けるわけではない。その代わり3つの穴をまとめて吹けばトニックコード2から4番をまとめて吸えば ドミナントコード、4から6番をまとめて吸えば、サブドミナントコードとなる。10ケツ以外、編集ダイアトニックハーモニカのバリエーションとして、少し小さめのポケットモデルや12ケツや14ケツに、拡張した大型のモデルもある。また4ケツのミニハーモニカは、アクセサリーとしても人気があり、各種発売されている。単調配列のダイアトニックハーモニカ。 編集マイナーキー配列の十0ハーモニカの代表的なモデルとしてトンボ楽器製作所のメジャーボーイのマイナーキー版がある。以前はマイナーボーイという機種名だったが統合された。海外ではこのメジャーボーイとマイナーボーイの名称自体スラングに起因する性的侮辱的な名称として捉えられ商品に対する印象として非常に良くないため 王のハーモニカ奏者であるリー・オスカーが彼のソロアルバムでマイナーボーイを使って脚光を浴びたのをきっかけにトンボ楽器製作所はリー・オスカーと契約を結びリー・オスカーブランドをトレードマークとして使用することで海外進出を図ったリー・オスカーとメジャーボーイはケースと表面プレートは異なるが中身はメジャーボーイシリーズと全く同一のリードプレート 同一素材同一形状のコームを使用している。日本で一般的なマイナー配列の他にナチュラルマイナー配列もあり、海外ではナチュラルマイナー配列の方が一般的に使われている。クロマチックハーモニカクロマチックスケール、すなわち半音階も演奏できるように改良したタイプである。クロマチックハーモニカには上下式とスライド式がある。 上下式クロマチックというのは日本で学校教育用に考案されたもので吹き口が上下2段に分かれている。鍵盤の発見に当たる音が下段に黒鍵に当たる音が上段に配置されているので演奏方法は簡単であるが前述のように鍵盤ハーモニカにとって変わられ現在ではアンサンブル用など一部で使われるのみである。上下式クロマチックは別名シングルクロマチック ハーモニカとも呼ばれる。一時期は学校教育の現場でも使用されたため各種開発されたが上下2段に穴があるためハーモニカに厚みがありすぎて子供にとって非常に吹きにくいものであった。また音階配列も各社で統一がなされなかったことも急速に衰退した理由の一つと言える。スライド式クロマチックは現在一般的に使われている。 クロマチックハーモニカで、どのモデルもほぼ同じ仕組みである。吹き口は1列であり、4結で1オクターブの音が出せる。12結3オクターブのものが主流であるが16結、4オクターブのモデルもよく使われる。吹き口は1つだが内部は上下2段に分かれていて、吹き口のすぐ後ろにある、あの空き板によって片方が覆われる。側面のレバーを押すと、糸は横にスライドして、 もう一方の穴が解放される。レバーを離せば、板はバネ仕掛けで元に戻る。つまり、C 帳のハーモニカの場合、C と C のリードプレートが取り付けてあり、通常は C のリードが鳴り、レバーを押すと C のリードが鳴る仕組みである。が有名。また、内部構造も複雑で、リードに空気を送るのを、バルブと呼ばれる薄い皮膜状のもので振り分けをしており、 これが角に濡れたりすると音質が変わったり、音が出なくなったりする。このバルブに不具合が生じやすい欠点があり、素人には使いにくい面がある。気候も複雑だが、演奏家の技量も要求される機種なので、かなりの上級者向きのハーモニカと言える。基本的に、スライド式クロマチックハーモニカは、単音のハーモニカであるが、2012年に、 鈴木楽器製作所で開発し発売された機種は世界初の副音スライドマチック式クロマチックハーモニカが世に出た。B と C、E と F は実際には同じ音であるが吹き音と吸音の違いがあり曲によって使い分けたりする。副音ハーモニカは海外ではトレモロハーモニカと言われる。 一音につき二枚のリードがありわずかにピッチをずらして調律してあるため微妙にビブラートがかかり豊かな響きを生む。テンホールズダイアトニックハーモニカやクロマティックハーモニカと違って一つの穴につきリードが一枚である。正面から見ると小さめの穴が上下二段に並んでいて上下の穴を同時に吹いて鳴らす。吹く音と吸う音は交互に並んでいる。 元来はドイツで開発されたもので、上述の欧米式音配列が海外では主流であったが、後に日本で川口翔吾が改良した日本式配列の副音ハーモニカがアジア一帯に広く普及した。また、東アジアの広域でその地域の音楽に馴染んだ音色だったこともあり、日本式配列の副音ハーモニカはアジアで大発展した。演奏も容易で日本では 昔から人気があった。古い歌謡曲の歌本には、ハーモニカ用の数字譜が付いているものも多かった。日本では、穴の数を増やして低音部でもメロディが吹けるように工夫し、21一穴や23三穴、3オクターブのものが主流であり、ハーモニカメーカーでも主力品種のモデルには、長短長短調24調子を揃えていることが多いし、売れ口のモデルには特注で、 ナチュラルマイナーハーモニカも用意されていることもある。特殊な例として、トンボ楽器製作所の製作した日本民謡に対応したペンタトニックモデルハーモニカなど限定的使用機種も開発されている。21結に低音部の G、高音部の E、B を追加してある。21結式24種類、配列紹介、ステファのハーモニカの歴史の中には様々な 変わった機種が存在するが、現在では蒸気の3種が主流である。他に使われるものとしては、複音ハーモニカから派生した上下にリードをオクターブ違いに調律したものがある。これは、オクターブハーモニカと呼ばれる。この機種はかなり限定的な使用をされるので各メーカーで必ず製作しているものではない。構造としては、二段式の穴になっており、上と下では、 同じ音階だがオクターブの異なるリードが同時になるので、ハーモニカアンサンブルなどで伴奏に厚みをつける役目で利用されるにとどまる。また、コードハーモニカとバスハーモニカがあるが、ハーモニカアンサンブルでの蒸気同様、伴奏楽器として以外に使用されることは、まずない。利用方法も限定的なため、古くから同じ機種が細々と継続販売されているものが多い。 この他、複数のトランペット型のホーンが付いた、ハーモニカ、ビブラート効果があり独特な響きになるや、ベリ付きのハーモニカ、蝶が異なる複数のハーモニカを星型にまとめて、天調もこなせる、回転式ハーモニカ、夜中でも練習できる、小音器付きハーモニカなど、ユニークな機種が多数存在する。内部構造ハーモニカのリードは、金属製で、 一般的には合金である真鍮を主に使われるが、それに多種の金属を混ぜた複雑な合金製のものもあり、真鍮リードと一言で言っても、国内で使用が許可された真鍮合金は11種類ある。また、最近は真鍮ではなくステンレスを用いたリードを持つハーモニカも発売されている。これは真鍮製のものよりは丈夫であるが、 せいぜい新旧製の3倍程度の寿命が伸びるもので、サイドルゾーン社のアナウンスほど耐久性があるとの実証実験をされたものではない。次に、それぞれのリードより、わずかに大きい穴を開けたリードプレートにリードが取り付けられ、木製あるいはプラスティック、木製の微細なチップを合成樹脂に練り込んだ特殊樹脂の新素材、アクリル樹脂、また近年は無垢のアルミ素材や 真鍮にメッキをした金属のボディなどにリードプレートが取り付けられる。高級品ハーモニカのコームは木材製にこだわるものも多くある。主に使用される木材は国内だと風材やローズウッド材があり、狂いも出にくく音程が安定しやすい。ドイツのホーナー社などは初期の頃はカリン材を使用していた。そのコームにリードプレートを取り付ける。昨今の合成樹脂コーム。 木材粉末入り特殊樹脂コーム、アクリルコーム、無垢なアルミニウム素材で仕上げた、コームそして、真鍮素材に土金を施した、金属製コームなどは、先のリードプレートをネジで締め付けて、止めるように設計されている。しかし、戦前から、ある高級木製ハーモニカは、国内産のものはすでに高級版しか残存しないため、ネジ止めとはせずに、わざわざ昔ながらの製法を飛び、 リードプレートは木製コームに釘止めされて組み上げられている。そのため分解清掃が頻繁にはできない。また、コームにはリードの長さに合わせた溝が掘ってあり、前面の吹き口から吹き込まれた息でそれぞれのリードを振動させる仕組みとなっている。リードを取り付ける向きによって吹き水別々のリードを鳴らすことができる。吹奏する楽器であるが、 いわゆる感覚器のような艦隊を持っていないので、感覚器という故障はあまり用いられず、分類するならである。このことが抗菌という名前の由来となっている。一番利用率の高い公務の材質は、現在はほとんどが合成樹脂製のものである。製造が安価で楽にできること、複雑な形のものも簡単に製作でき、不良品が出にくい。また、長時間の演奏でも、 水分を吸収しないために音質が安定しているなどの長所がある。リードプレードとの接合部から息が漏れるのも少ないため、その多くは音の立ち上がりが際立ち、澄んだ音質になりやすい。しかし、より精緻の音質や微妙な余韻にこだわる高度な演奏家向けには、いろいろな素材のコームでできた高級ハーモニカが販売されている。一般的には、 木材製のものは水分を含むと膨張して音程が狂ったり変形しやすいのだが、ホーナー社は昔は、カリン材を使用していた。カリン材とは、バーミーズローズウッドなどと呼ばれ、バラ科のカリンコン1893とは別種の木材である。ここで述べる、カリン材とは豆シタ単属の紅葉樹であり、主にミャンマーなどが主要産出国である。 材質は下端に劣るが、耐久性は大きい。また、日本の国産高級ハーモニカには、昔ながらの風材を使用しているものもある。本来の風材とは、ハードメープルとソフトメープル、レッドメープル、シルバーメープル、ボックスエルダーなどの以上3種の風材の総称の合計4種の木材のことを指す。これらは用途に応じて使い分けられる。 しかしソフトメープルとして分類される樹種のボックスエルダーは用材として現在はあまり使われない。また、トンボ楽器製作所などは以上の海外風材ではなく国産のカエデに関わり独自に開発使用しており、これはどの種のカエデを使用材としているかの内訳は非公開である。カエデ属の植物は964レコーズ。もの他種が学術記載をされているため、 真相は不明である。最近の流れとして、より良い音質と美しさを兼ね備えた付加価値が見出されているため、鈴木楽器製作所などでは、ローズウッドを使用している高級機種が開発されている。ローズウッドとは、花のバラとは全く関係ない樹木で、豆花のツルサイカチ族及び、シタン属に属する木材である。西洋で高く評価されるローズウッドは、 ブラジリアンドーズウッドアリムオエクスベンス1860なのだが今ではワシントン条約で絶滅の危機に瀕した種に指定されており入手困難であるブラジリアンドーズウッドはリオローズウッドバイアローズウッドとしても知られているこの木材は強い甘い匂いがありこの匂いは長年持続するのでローズウッドという名前が付けられたの数が 学術記載をされている、ツルサイカチ属のすべての樹種がローズウッドというわけではなく、ローズウッドと呼ばれる木は、その中でもおよそ12種類に過ぎない。東洋で重要視される木材のシタンも精密加工に向いた、木材として利用することのできる、ツルサイカチ属及び、タン属に属する樹木の総称であり、ローズウッド同様固く、磨きがかけられる、良質の材質が得られる木材である。 それらとは逆に、コームを金属で製作したものも増えてきている。アルミニウムや、真鍮に、クロムトキンをしたものなどである。金属コームのハーモニカは、音質の正確性がよりますので、レコーディングなどに向いたプロ用の超高級ハーモニカが作れる。蒸気のリードプレートと、コームが組み上げられたものに、さらに金属のカバープレートで多いネジ止めをして、組み立てが完了する。 この金属製のカバープレートが共鳴箱の役割をしてハーモニカの音を響かせている。そのため、このカバープレートの素材や素材の厚み、開口部の形状、カバープレートの金属に対するメッキの種類などを変えることで音質もかなり大きく異なるため、金属のカバープレートは軽視されがちな部材であるが、この金属のカバープレートは実はとても大切な部材なのである。 また、ハーモニカのリードは、音を出す音域の周波数と同じ回数1秒間に、振幅をし、音を発する。薄い金属片が1秒間に400回以上震える、わけであり、長年月使用していたり、過度な使用をすれば、必ず金属疲労を起こして、音程が狂ってくる。そして、その後はリードは、折れてしまう。そのためリードは消耗品である。 音程が不安定になってきた時には、リードの金属疲労が懸念されるので、専門家に見てもらうか、新規に購入し直す必要がある。金属疲労を起こし始めたハーモニカを使い続けていると、水音との際に折れたリードが高校内に入り事故になる事例もあるので、この危険性はきちんと認識をしておく必要がある。なお、上を向いて吹くと、より一層危険である。このことは、 国内メーカー、特に鈴木楽器製作所の取扱説明書には記載されている。また、口をつける楽器の性質上、ハーモニカを常に清潔に保つために、演奏前には必ず高校内を丁寧にすすいで、ハーモニカを演奏し、演奏後はハーモニカを軽く振って、水分を切ることが大切である。ハーモニカのリードを息で振動させるには、あげみと言われる、調律の一種で、 リードの反りを微調整する必要がある。販売されている交換用リードプレートは、調律されたリードプレートの場合もあるが、全くのプレーンの状態のものもあり、各社での対応はまちまちである。ただし、この上げみについては変化しやすいものであり、また演奏者の息の量によっても異なるため、プレート交換と同時に上げみの調整もマスターする必要がある。リードプレートを 横から見た場合、リードに反りがついている。一般的には、リード1枚分の隙間をつけるように、リードを反らす方が良いとされているが個人差でこの微調整を好みに合わせて行うもので、リードの反り返りが大きいと、息を多く複数、必要があり、強い息でしか反応しない。この場合大きな音が出るが、ただし度が過ぎると、音がかすれたり、音が出なくなってしまう。また、 逆に、リードの反りを少なくすると、少ない息で複数が行えるが、音が小さかったり、強く吹くと吹き詰まったりする上、唾液で音が出なくなったりする。また、リードに反りがない場合は、音自体が出ない。真鍮製のリードは、金属自体に粘りがあるため、この微調整がしやすいが、ドイツのサイドルゾーン車のハーモニカのようにステンレス製で製作されているリードの場合は、 材質が硬いため、この微調整は、やや難しく、修熟度が必要である。また、あまり無理をすると、材質が硬いため破損につながる。ハーモニカは、吹奏楽器としては珍しく、吹くだけでなく吸うことによっても音を出す。吹く音と吸う音が混在していることによって、長いフレーズを、息継ぎなしに演奏することが容易である。また吹く音と吸う音を交互に並べることで、 音が混ざるのを防ぐことにもなる。目的の穴に息を吹き込むには、口をすぼめて吹くパッカー奏法と、口を大きく開け、目的の穴以外を舌でブロックする、タンブロック奏法がある。ブルースやカントリーでよく使われる奏法に、ベンド奏法がある。これは、高校内を変化させ強く、息を吸うことによって、正常位置より変異させたリードを異常振動させることで、 半音ないし一音低い音を奏する。これによって1から3番でも一応音階を演奏できる。吹き音のベンドも難しいが可能である。8番以上は下の穴よりもブローベンド奏法がやりやすい。これらの奏法は楽器のリードの寿命を著しく縮めるため、該当分野の奏者にとって十血ハーモニカは消耗品である。そのため、 国内外の大手ハーモニカメーカーでは、熟血ハーモニカの主力品種には交換用としてリードプレートのみの販売もしている。ただし、この交換用のリードプレートは、ほとんどが調律はしていないピュアな状態なので、そのままではあまり良い結果にはならないため、自分の好みに合わせて、あげみをして微調整をする必要がある。よって、リードプレートの交換は、 新規にハーモニカを購入するより安くでき、半額以下で修復可能だが、作業自体は自己責任で行うものであり、音質などの微調整の知識のある人が行うものである。ハーモニカの発明者は諸説あるが、その起源は1820年頃に作られたオルガンの調律用の道具が有力とされる。1821年、ドイツのベルリンでオルガン職人の息子、 クリスチャン・フリードリッヒルードビッヒブッシュマンという当時16歳の少年が試作したオーラというオルガンの調律用に鉄製リードをつけた笛がハーモニカの原型として有名である。彼はアコーディオンの発明者としても知られている。リヒター配列の考案、編集初期のハーモニカの原初的楽器はすべての音階が単純なすべて吹き音楽器であった。それを改良し、 複数を交互に配列した、リヒター・ハーモニカの発明最古の公表は、道具製作誌サイトシュリフト F インストロー・ムンティンブを、の1883年4月刊行の第3巻、第21号に発表されたものがある。道具製作誌での公表では、1828年に、ハイドでビジネスを開始し、後に、バイエルン州へ移転後、すでに、ヨゼフ・リヒテルと呼ばれる名称で、 ハーモニカメーカーに発展し制作されていた。1867年に楽器のその多くはドイツ、オーストリア、スイスなどに販路を拡大していた。現代のハーモニカの音階の標準配列を考案したのはこのジョセフ・リヒターにより開発されたもののため西洋式標準配列はリヒター配列とも呼ばれる。クロマチックハーモニカの完成、編集ハーモニカは ポケットに入れて持ち歩ける簡便な楽器であったため、広く普及したが、この当時のハーモニカは、半音が出せないためアンサンブルには不向きであり、アマチュアの楽器と考えられていた。1920年代に現在と同じ構造の、半音が出せる、クロマチックハーモニカが開発され、ハーモニカがあらゆる楽器と共演できるように発展した。例えば、ラリー・アドラー、トミー・ライリー、 ジョン・セバスチャンなどのプロミュージシャンも登場した。伴奏用の各種ハーモニカも開発され、数多くのハーモニカバンドがナイトクラブやステージショーの芸人として活躍した。しかし、クロマチックハーモニカ自体は複雑な機構を持つので、メンテナンスにはある程度の技術を要するのと、複雑な構造なゆえに故障も多く、そして価格は高いものだった。 商業的実用ハーモニカの最初の発売は1824年である。それは、ウィーンで登場した。その頃は服だけの楽器であったが、ジョセフ・リヒターによって、服、数を交互に配列した、リヒターチューニングが発明され、その後西洋式音階配列のハーモニカの主流となる。そのため、これは、リヒター配列とも呼ばれる。このハーモニカは1826年に作成され、 その後の数年間でほぼ普遍的にそれ以降、リヒター配列が採用された。ドイツでは、東部の町、クリゲンタールに住む、バイオリン製造者のマイゼルが、1824年に、ブラウンシュバイクの展示会で、ジョセフ・リヒターのハーモニカを買った。クリゲンタールから3マイルの距離にある、グラスリッツで鉄工をしていたラングハマーとマイゼルはその、楽器をコピーし、1827年に、 彼らは何百ものハーモニカを生産していた。他の多くはドイツに続いてチェコスロバキアの近くで1829年にヨハンビルヘルムルドルフ・グリエールもハーモニカを作り始めた。1830年代には単色機メーカーも営んでいた時計職人のクリスチャン・メスナーがドイツ南部の町トロッシンゲンへ彼の隣人と共にハーモニカをウィーンから持ってきた。 クリスチャン・メスナーはそのハーモニカを1827年にトロス信玄でコピーし販売した。彼は最終的に彼の兄弟や親戚を交えて製造方法を秘密にしてハーモニカを製造し成功を収めた。1840年以降、彼の老いのクリスチャン・ワイスもビジネスに関与していた。マウスハープと呼ばれるほとんど現在のハーモニカに匹敵するものを手作りで、 製造していた。1855年には、ドイツには3つの大きなハーモニカメーカーがあった。サイドルゾーン、クリスチャン・メスナーカンパニーそして、ボルット・ハーモニカ・ファブリックである。現在、唯一サイドルゾーン社のみ現存している。世界最古のハーモニカメーカー、サイドルゾーン社の生き残りと復活、編集サイドルゾーン社のレターヘッド一般的には、1827年が、 ハーモニカの誕生年になっている。現存する世界最古のハーモニカメーカーは、チェコ国境に近いドイツ東部の町、クリゲンタールで、クリスチャン・アウグスト・サイドルが起こしたハーモニカ専門メーカーのサイドルゾーン社である。1847年の創業だが、第二次世界大戦後、企業等の国有化を推進してきた東ドイツ政府から、工場は接取され、 また、セダルの名前を使うことを禁じられてしまう。その結果、50から60年代のブルースやロックの時代の流れに取り残されてしまった。1989年にドイツの東西の壁が取り壊されてから、工場はサイドル一族のもとに返還されたが、2004年に一度、倒産し、その後立て直しをして三度目の創業として、現在に至る。ホーナー社の登場。 編集1827年のハーモニカの誕生年から時が経て、その後改良が加えられ、中でもクリスチャン・メスナーなどが企業秘密にしていたハーモニカの製造法を密かにマスターして自分の会社を設立したマティアス・ホーナーが、フーナー・ムージー・キンストローメンテ・ GMBH&CEO ・ KG の創業者としてサイドル社から送れること10年後の1857年。 コーナー社を誕生させ、商業生産を始めた。当時は南ドイツのトロッシングンにいくつもの小さなハーモニカ工房があり、コーナーはそれらを吸収合併していき、企業力を高めていった。それと同時に部品の製作の分業化を行い、技術の流出を防いだと言われている。コーナー社がある地域では人口のおよそ1、3が、 ホーナー社に就職していた記載が残されている。1862年、マテアス・ホーナーは、すでにアメリカ大陸に移住していた親戚の勧めで、ホーナー社のハーモニカを初めてアメリカに輸出した。カナダに住んでいたいとこに、自分の作ったハーモニカを6本送り、6ドルを手にしたのが、初のアメリカ大陸輸出と言われる。ホーナー社は、世界的なハーモニカメーカーとなった。 1896年にホーナー社から発売された同社のマリンバンドという単音熟血ハーモニカはブルース奏者の愛用するところとなり独特の奏法も生まれた。マリンバンドとは当時憧れの的であったアメリカ海軍軍学隊の名前で価格は当時 US50 セントだったという。この価格設定は実に巧妙で。 ピアノやサキソフォーンは無理でも何ヶ月か貯金をすると貧しい黒人社会の人間でも購入できる楽器であった。本体を横から見た姿がハープに似ているということから当時のハーモニカは米国でもマウスハープと呼ばれたためホーナー社はブルースハープというモデルを発売した。この名称は現在ではメーカーを問わず単音十欠ハーモニカを指して呼ぶほどの知名度を獲得した。 ヘリングハーモニカの登場と没落と、その復活、編集1923年、ドイツ移民のアルフレッド・ヘリング8月間の、テフ金属学びに掲載された広告に、西洋横部へ25銭、30銭、50銭、80銭、1円20銭、2円、2円50銭、呼吸に任す、自在の集中楽器なりと書かれてあるので、それの輸入は同年もしくは前年になる。 明治末には日本産の製品開発が始まる。1910年、日本国内でハーモニカの製造に最初に成功したのは、ウグイス製車の小林正次郎だった。トンボ楽器製作所の2018楽器フェアでのブース。中学生のハーモニカ奏者、講師がギターとデモ演奏その後、小さな町工場などで多数のハーモニカが作られていったが、 1902年創業のガングの卸問屋からスタートした間ノ商会がコーナー社の不良品を買い取りガングのハーモニカを製作したところ大変好評だったため他社を吸収合併して初めて企業としてのハーモニカを日本で大規模に製造したのが後にトンボを企業のマークとしたトンボ楽器製作所であるハーモニカ製造は1917年頃から スタートしているので、現存する国内企業としては、トンボ楽器製作所が最古のハーモニカ製造企業となる。やや遅れて、超をマークとして採用した日本楽器製造がこれに、続き、かなり遅れて1952年に創業を始めた、鈴木楽器製作所が本格的に参入する。その他にも、山と東海楽器などその他にもいろな小規模な企業ができた中、 三度の大きな戦争を迎えて、国内で現存する企業は、トンボ楽器製作所、ヤマハ、鈴木楽器製作所の三つに集約されたが、2016年現在、ヤマハは学習用、ハーモニカ数種のみしか販売しておらず、本格的なハーモニカの第一線からは退いた。よって、国内企業で、現在のハーモニカメーカーとしての地位にある企業は、トンボ楽器製作所と、 鈴木楽器製作所のみである。日本最古のハーモニカメーカーのウグイス製者は、第二次世界大戦時の東京大空襲で消失した。当時、ウグイス製者に在籍していた、佐おと勝本は後に、東京大空襲を執筆している。昭和初期、ハーモニカの合奏をする台北工業学校の学生たち。1934年大賞から、 昭和初期にかけてハイカラ好きの若者の間でハーモニカは人気があり、日本では太平洋戦争終了以前は黄金とも言われていた。プロの間では以前はこの言葉が使われていた。中国語圏では現在でもこの表記が通用する。1905年日本で販売されたホーナー社のハーモニカ名は勝時笛である。 日露戦争時に販売されたために付けられた名前であり、コーナー社の商売のうまさを垣間見ることができる。それらの流行から、大正から、昭和初期にかけて、各大学などにもハーモニカアンサンブルが作られるなど、マンドリンと人気を2分した。ハーモニカプロ演奏家の登場、編集ハーモニカの流星の流れに乗って、川口翔吾、佐藤秀郎、宮田東宝などのプロの演奏家も生まれた。 1913年、ハーモニカの父、川口翔吾が、コーナー社のダブルリードハーモニカを改良し、川口翔吾公安日本式副音ハーモニカを完成させた。日本では主にこの副音ハーモニカが使われた。大井川鉄道の SL のレトロ感あふれる、ハーモニカ車掌戦後の闇市から出発した、吉祥寺のハーモニカ横丁その後、日本画家を志していたが、 関東大震災で右肩を負傷した佐藤修郎がハーモニカへの夢を捨てきれず実にトリッキーな副音ハーモニカの奏法を開発完成させた。これにより日本のハーモニカはますます発展する。その後佐藤修郎が南ドイツのトロシ神源において1926年世界ハーモニカ生誕100年祭に日本代表として投し 1927年の世界ハーモニカ生誕100年祭コンクールに参加して優勝し信じられないほどの高度のテクニックと称えられる。彼はホーナー社と契約を結びヨーロッパ各地9カ国で100回以上演奏会を開きホーナー社とハーモニカ普及に貢献した。彼の編み出したベース奏法や分散和音奏法など独自の奏法は当時のヨーロッパ人にとって 驚異的な技法だった。日本人としての音楽性を海外で認められた第一号でもあり、佐藤修郎の異業は日本音楽界での一つの金字塔となった。この頃から楽器もドイツ製のオリジナルとは音の配列が違うものが川口昭吾公安日本式副音ハーモニカとして開発され、アジアの広範囲にジャパニーズスタイルハーモニカとして広まり、主流となった。 マイナーキーハーモニカの完成、編集それまでメジャーキーハーモニカしかなかったが、1930年、佐藤修郎を中心にマイナーキーハーモニカが世界で初めて日本において完成された。1931年、佐藤修郎は世界初のマイナーキーハーモニカによる最初の純無伴奏形式独奏曲、工場の月を発表する。以上のように、昨今では、 演歌やシャンソンなどでは欠かせないマイナーコードのハーモニカは意外と近年になり登場した。マイナーキーハーモニカには現在2種類あり、現代音楽やシャンソン、中南米のフォルクローレなどに向いている音階配列のナチュラルマイナーキー、配列と日本の民族音楽などを奏でるときに便利な配列のマイナーキー、配列がある。海外ではナチュラルマイナーキー、 配列の方が圧倒的に多く使用されているが、日本の音楽などにはマイナーキー、配列は欠かせないので、日本国内でハーモニカを購入する場合、大抵はマイナーキーハーモニカといえば、マイナーキー、配列のものを指し、ナチュラルマイナーキー、配列は特注品だったりする。ただし個人が海外から輸入する場合は、このことに対しての注意して輸入する必要がある。 海外でマイナーキー配列はハーモニックマイナーキー配列と呼び混同を避けている。戦前、戦後の3つの流行期、編集日本のハーモニカは3つの流行期があったという見解が一般的である。第1期大賞から昭和初期にかけて副音ハーモニカの名手が多く排出し、学生を中心としたハーモニカバンドが流星した次期第2期戦後、 小学校の音楽教育用のシングルハーモニカが大量生産された時期第3期1977年日本でハーモニカ150年祭開催前後戦前の日本では大衆音楽の勃興と木を一にしてハーモニカ人口は急増し世界的に有名な奏者や楽器の改良も相次いだ戦時中も法人の海外進出や 日本軍の海外占領地域の拡大に伴い、日本のハーモニカ界は海外でも積極的に活動したが、戦後はそれついて語りづらい雰囲気が生じた。戦後は大衆音楽の多様化が進み、ギターやウクレレ、ピアノなど他の楽器の愛好者も増え、それと反比例してハーモニカの人気はやや下火になった。小学校の一斉教育の教育楽器として、 ハーモニカが採用され、ハーモニカの生産量がピークを迎え持ち直した時期もあったが、1960年代後半から、鍵盤ハーモニカが学校教育で採用されるようになると、再び下火となった。1977年のハーモニカ150年祭の前後には、クロマチックやテンホールズなどが見直され、ブームが起きた。その後は、 中高年層を中心に安定した人気を保っている。日本ハーモニカオリンピック編集第9回アジア太平洋ハーモニカ大会クアラルンプール2012年8月第4回アジア太平洋ハーモニカ大会2 0 0 2年あを境としてハーモニカ人口が再び増えてきている。ただ、レッスン場が不足気味であり、指導者の高齢化等が問題になりつつある。 音楽レッスン基本メソッドとして有効とされる。基本的メソッドの成果として小学生プロも現れている。教育現場でのハーモニカ、編集ハーモニカはかつて日本の小中学校で教育学期としても用いられた。15ケの単音ハーモニカが小学校、中学校には上下式のシングルクロマティックハーモニカが導入された。しかし校舎には統一された方式が存在せず、 教師もハーモニカの教育を受けたわけではないため指導が困難であった。現在、教育楽器としては、鍵盤ハーモニカにとって変わられている。現在、世界のハーモニカの主要メーカーは、ドイツのホーナー社、サイドルズオーン社、ブラジルのヘリングハーモニカ、日本のトンボ楽器製作所、鈴木楽器製作所、中国、上海のチャンスウテンガ楽器有限会社などが、 現存する大規模なハーモニカ製造企業である。国内や先進国各国の中ではすでにハーモニカは飽和状態にあり、海外進出、特に開発途上国に向けてターゲットを絞った安価な製品開発や学習用のハーモニカは有名メーカーのブランドの品でも最近は本国では作らず中国などで OEM 生産されている。その代表的なものは ホーナーインターナショナル社の副音ハーモニカ、フーナー455エコーセレステトレモロチューンド、ハーモニカで、音質は割と良いが18ドルとホーナー社の名前があるにも、かかわらず、かなりの安価である。また、フーナートレモロハーモニカウィークエンダーというのもあり、こちらは10ドルほどで紙箱入りである。また、国内企業の鈴木楽器製作所も、 ウィナートレ・モロチュンド・ハーモニカは発売当初は国内生産であったが最近の流通在庫はすべて中国製である。これはすでに廃盤のモデルだが東南アジアなどでは今でも売られている。これは初心者向けに作られたハーモニカではありながらとても良い品質と音質で人気があった。これも途上国向けで紙箱入りで販売された。このウィナートレ・モロチュンド・ハーモニカは 普及版のハーモニカとして開発されたものなので、発売当初から紙箱入りであった。ハーモニカのキーは一通り揃っており、24ケツ、20ケツ、16ケツの3タイプが販売されている。これの古いロットは日本国内製で、製造停止間際のロットはすべて中国製になっている。箱だけはすべて日本製なので、バーコードの国を表すコードナンバーはすべて日本を、 表す、49で始まっているが、中身が異なる。日本製と中国製では、音質がかなり異なる。中国製の方が、揚げ見をしても音がこもる感じがする。20ケツ、16ケツのものは流通在庫にも箱に、バーコードがない。その後、鈴木楽器製作所では次世代の学習用、副音ハーモニカの、スタディマイナス24トレモロチューンドハーモニカそれと、安価だが、 本格的な熟血ダイアトニックハーモニカのフォークマスターを中国国内に工場を作り現地生産をしている。スタディ -24 トレモロチューンドハーモニカの作りは丁寧だがリードの品質は明らかにウィナートレモロチューンドハーモニカよりもカイランクのもので音質的な調整が未熟であり、また息漏れがするので再調整をしないと大人の使用には耐えられないものである。 音の鳴りも悪く学習用の意気を出ない機種である。格段に上位機種との差別化が顕著になった。ただし、ウィナートレモロチューンドハーモニカと異なり、24ケツのみになった。型やフォークマスターの方は音量は小さいが良い音色で、こちらの方は卸ろし単価が8ドル50セント程度の安価な品なのだが、製品のばらつきや息漏れはほとんどない。この フォークマスターの海外でのおおよその低価は20ドル程度である。これらの海外でしか販売されていない商品は日本国内で価格維持のためにライセンス契約上国内代理店が輸入することはなく海外の正規代理店からの逆輸入も契約上できなくなっている。そのため日本人が目にする機会は滅多にないが 開発途上国での市場開拓の役目を担っている商品であるため、各社力を入れ始めている。日本ハーモニカ界のパイオニア、編集現代の本格的プレイヤー、編集自身やバンドの楽曲中でハーモニカを演奏することの多いミュージシャン、編集ルビー・リチャード・ヘイマンによる主題曲が映画そのものよりよく知られている。現金に手を出すが主題曲。 グリスビーのブルース空中ブランコハーモニカラスカルズのジョニー・プレオが出演。墓に唾をかけろ、主題曲、褐色のブルース真夜中のカーボーイハーモニカによるテーマ曲の奏者はトゥーツ・シールマンス・ウエスタンを思わず真似したくなる印象的なハーモニカ。チャールズ・ブロンソンの名前がハーモニカ。クロスロード・サニー、テリーの遺作。バグダッド・カフェ・ハーモニカ奏者は、ウィリアム・ギャリソン・キングピン。 ありがとうございます。